ディオご覧の皆さん、こんばんは。スキマスイッチです。嘘です。どうもこんばんは。マイルという公演を、スタンドフラワーという企画でやらせていただくことになりました。二人芝居を3本します。なるほど、はい、で出演者が3人ってことは3人なんです。で出演者が3人で、うん、作家が3人で、うん、演出家が3人で3本の二人芝居をするっていう、この3にかけまして、3って漢数字の3で難しいの、マイルっていう感じなんで、押してマイル、はい、うんね、そうなんです。なので今回、この公演名がマイルになったんですけども、スタンドフラワーって名前はちなみにこれもヒントで言うと立花さんっていう名前に関係してます。ちなみにビクトリーマウンテンさんの方はなんか公演情報みたいなビクトリーマウンテンさんはこれしか今のところは今のところはないです、はい、ちょうどねこの堂山小劇場、今撮ってるのも堂山小劇場で、そうなんですよ、けれども、こけら落とし公演なんです。忘れてた、これ大事なんです、ぜひ劇場初めてね、足を踏み入れることしか肩しかいないと思うんで、ぜひどんな劇場か見に来ていただきたいなと思うんです。みんなの公演日程がですね、2012年9月1日2日の土日ですね、2日間、はい、で4ステージ計、1日と2日2ステージずつの計4ステージで、チケットがですね、前売り2800円、当日が3300円、ともにワンドリンク付きでございます。そうです、はい、お酒を見ながらですね、ゆっくりお酒を見ながらゆっくりお酒を見ながら芝居を飲めばいいんだいや、お酒も見てお芝居も見てもらおう立ち話ブログと僕のブログを主に見ていただければ、稽古場日記なども書いておりますので、よかったら気になる方は立ち話ブログ検索していただければと思います、はい、パワフルなメンバーでとても面白い見応えのある作品になっていると思いますので、ぜひご来場よろしくお願いします。お願いします。いやー